皆さん、こんにちは。ロミオ・ロドリエス・ジュニアです。占いビジネスを始めたけど、どうすればリピートしてもらえるか悩んでいる、まあ、占い師。まあ、一体どうやって、あの人は本当にすごい当たりすぎて怖いぐらいと言われる100、100%当たる占い師になれるのか。短期間で100%的中する、都合で占い師としての知識、技術を身につける方法。それが100、100%当たる占い師養成講座、コールドです。今日はこれについて、ちょっとオファーをしていきたいと思います。 まあ皆さんが占いビジネスでしっかり稼いでいきたい。でもどうすれば100%的中する占い師になれるのか、リピートされる方がわからないという悩みの方が多分多いかなと思います。占いビジネスを始めるのならですね、あなたも100%的中する占いの技術を手に入れませんかというのが今回のオファーです。もしこれまであなたがですね、占いビジネスでしっかり稼いでいきたい。 占い師初心者なんだけれども、すぐによく当たる占い師という存在になっていきたいとか、占いで顧客に素晴らしい人生を提供したいといったことを思ったことがあるのでしたら、コールドという名の、まあ、伝説の講座がその解決になります。この講座がなぜ伝説なのかというと、実はこのコールドセミナーの開催というのは、今まで一度しか開催していないからなんですね。 この時に参加した受講生は、占い師はもちろんのことなんですけれども、えー、経営者、営業マン、ビジネスマンも多数参加しておりですね、えー、公開はできないんですが、テレビでよく見かける有名な方も参加したほどのセミナーなんです。さあ、なぜこのセミナーがあなたにとってチャンスなのか。ここで今、占いの現状をお話ししてみたいと思います。まず、コールドにこの参加する密理由というのがありまして、まず売、売り上げ、 が、直収入につながる。つまり、固定費ゼロ、あらり、ほぼ100%というものが、この占いのビジネスなんですね。占いは、基本、場所を借りる必要はないんですよ。もちろん、店舗を構えるのであれば、まあ、もちろん固定費はかかりますけれども、今は電話占いとか、LINE 占い、Zoom 占いとかも主流ですね。つまり、あなたは家にいながらして、占いビジネスを始めることができるということです。売上が上がったら、その売上はそのまま利益、多種です。 もし仮に利益率が8割だとしてもいいと思いませんか売上げの8割が利益になるといったら、めちゃくちゃ利益率が高いですよね。普通のビジネスでは考えられないのですが、占いビジネスならこれ、可能なんですよ。そして現在の日本の占い市場の売上高は約1兆円規模とされているんですね。このまあ市場っていうのは、特に電話占いの分野が数百億円の売上を占めているんです。 もう非常なこう成長を続けてるんですね。電話占いの需要が高まっている理由,の理由の一つとしてはですね、日本人の生活スタイルとか意識の変化が挙げられます。その孤独を感じる人々が心のケアとして占いを利用する傾向があるわけなんです。電話占いがそのニーズに応えているということなんですね。さらに恋愛相談というのが非常に多いというのも特徴的です。 晩婚化とか未婚化が進むにつれて、真剣なその恋愛相談の需要が増えてい,あのいってますね。またコロナ、このコロナ禍による不安感の増大に伴って、今後も占いの市場の,その利用者が増加するというふうに予想されています。人々は不確実な時代に対する不安を解消する手段として、占いを利用する傾向があってですね、この需要は今後も続く可能性が非常に高いです。そして、このオンライン化も非常な追い風をとっていますね。 本当、アフターコロナっていうのは、占いビジネスにとって最高の環境になってるんですよ。オンライン化の進展も、いわゆる占い市場の成長を貢献しています。特に LINE 占いとかね。まあ、LINE 占いなどのサービスというのは、霊視、オーラ、タロット、まあ、こういったせん、まあ、先星術とかのね、こういった占いの技術が利用されて、ユーザーは自分の話を聞いてもらって、前向きな方向に後押しを求めているわけです。 このようなサービスではですね、ユーザーと占い師の両方にメリットがあるわけです。その結果として占い師場全体が成長しています。まさに今が参入のチャンスです。ただ、実績がないんだけれどもな、というふうに、まあ、思っているかもしれません。あなたはね。でも、あなたはもし、以下の条件を満たせば、このコールドのセミナーに参加することができます。まず、本格的な、その職業として占い師を目指している方。そして、適理、適中率をですね、 100%上げて、すご腕の占い師になりたい方。また、電話占い師、LINE 占い師、Zoom 占いなど、オンラインを使った占いで、まあ、家,家にいながらしてね、向こう稼いでいきたい方。そして、あなたがビジネスオーナーであって、まあ、占いというものを事業の一つの柱として開業したいという方ね。もしあなたがこれらの3つの条件を満たすのであれば、この Cold というセミナーで実現することができます。 おそらく占いビジネスよりもあらりが高いビジネスっていうのはないと思うんですね。では、ここからコールドセミナーの内容をお伝えしたいと思います。まず100、100%的中する占い師を作るコールドの講座は2つのパートに分かれています。技術編と運営編です。まず、技術編ではどんなことを勉強するのか。これは3つに分けることができます。まず1つ目。相手の心を読み解くための高度なコミュニケーション技術です。これは、 実際に会う、またはズーム、相手の顔とか、えー、相手のね、その仕草を見ることができるときに非常に役に立つ技術です。いわゆる非言語的サイン、身振り、表現、目の動き、この読み取り方と解釈ですね。その質問の仕方と聞き方を通じて相手の本音を引き立つ技術もここで勉強していきます。相手の言葉遣いや話し方から心理状態を理解する方法。そして信頼関係を築くための共感的なコミュニケーションスキル。 状況に応じた適切なフィードバックとその応答技術の習得ですね。あと顧客のニーズを正確に把握してそれに応じた占いの提供方法を教えていきます。そして2つ目に顧客の潜在的な願望や期待を見抜く技術ですね。顧客の過去の経験とか現在の状況を理解して適切なアドバイスを提供する方法を学んでいきます。 そして顧客固有の性格や状況に合わせた占いのスタイルを選択していきます。効果的な問題解決のための占いのアプローチ方法も勉強します。顧客の満足度を最大化するためのカスタマイズされた占いの提案ですね。これも勉強していきたいと思います。最後に顧客の満足度を高め、リピーターを生むための秘密の技、ここだけの技をお伝えしていきたいと思います。 そして3番目に顧客の期待を超えるサービスの提供方法ですね。これはパーソナライズされた体験を通じた、通じてですね、顧客との長期的な関係を築く方法を学んでいきます。顧客の反応とフィードバックを活用してサービスと向上させる技術もここでしっかり学んでいきますね。そしてリピーターというのは非常に大事です。リピーターを生むためのフォローアップ戦略。そして最後に口コミを促進して新規顧客獲得につなげる方法もここで勉強していきます。 次に運営編です。えー、運営編は、まず一つ目は、占いビジネスの立ち上げガイドですね。まずビジネスプランの、まあ、その、策定方法ですね。そして利益を生む、その価格戦略の設定。必要な許認可とか法的要件への対応ですね。あと効率的な運営と顧客管理のシステムの構築。そしてプロフェッショナルなブランドイメージを作成していきます。二つ目に、集客方法と戦略です。 ローカル市場での認知度を高めるための戦略。ターゲットを顧客を特定して彼らにアプローチする方法。口コミやリファーラルを通じた集客戦略。そしてプロフェプロモーションイベントとかコラボ、コラボレーションの活用ですね。最後に効果的な広告戦略と実施方法をお伝えしていきます。そして最後です。最後は SNS とオンラインマーケティングの活用ですね。 SNS を活用したブランド認知度の向上と顧客のエン,ゲージエンゲージメント、そしてコンテンツマーケティングによる、まあ、価値提供と信頼構築、SEO とオンライン広告を使ったウェブサイトの集客、ソーシャルメディアでのコミュニ,そのコミュニティの形成とエンゲージメントを促進、えー、メールマーケティングを通じたリードの獲得と転換です。このようにコールドセミナーは参加者が占いビジネスを成功させるための強固な基盤を築きます。 集客に関する悩みを解消してビジネスの成長を加速させるための実用的なツールと戦略を提供していきます。さあ、以上のように、えー、コールドの学ぶ内容は、まあ、かなり、えー、内容が非常に多いものでございます。そして、このコールドを学ぶには2つの方法があります。まず、リアルセミナーで学ぶ、そしてオンライン講座で学ぶです。 リアルセミナーのメリットは実際に、まあ、講師の私、ロミオ・ロドリアス・ジュニアから直接学ぶことができるということですね。まあ、正直言うと私ほど、えーあの、このコールドを内容を教える、教えできる人物はいないほどの実力の持ち主だと自負しております。えー、私のことを知らない方はぜひねあの、リンクを貼り付けておきますので、ま、QR でぜひね、QR か、まあ、リンクでね、ご確認ください。 えー、私はですね、その17年前に江原、えー、博之さんのね、霊視とかを見て、実はそっくりそのままのショーを再現した、うん、人物なんですよで。リアルセミナーでは実際に100%当たる占い師とはどんなものなのかっていうのを、時、ま、間、あ、に体験できるめったにない機会なので、えー、本当に、ね、この時間に体験するということをこれ、甘く見ないようにしてくださいね。本当、かなり証言を受けると思います。 なので、まあ、リアルセミナーの場合は、このオンラインで教えてくれない裏話もたくさんあ,のあると思いますので、ね、もちろん、セミナー、そのリアルセミナーの後このオンライン講座そのまま参加することもできますので、何度も講座を見返すことはできます。ただ、えー、今ですね、このリアルセミナーについては、ちょっと開催する時期というのは不特定です。なので、えー、いきなり来月でやりますよ、再来月でやりますよということはありえます。ただ、今の段階では、まだリアルセミナーというのは、えー、まだやるよという予定はございません。 なので、今すぐ勉強されたい方は、まずはこの、えー、オンラインセミナーを参加をしてください。しっかりそこで勉強をしてくださいね。はい、今日はですね、皆さんにこの人生を変える機会をご紹介しました。私,私が、ね、独占的に提供する、この100%占いが当たるようになる秘密のテクニック、コールドセミナー。ね これぜひ皆さん参加してください。特に占い師の方、占い師の方は、もうこれから100%当たるようになりますので、えー、いろんな技術があります。これをしっかりと勉強して、えー、しっかりと知名度の高い占い,師占い師になってください。どうせやるのであれば、お金がしっかりと儲けることができる。そして相手を助けることができる。相手の勇気を与えることができる。相手の人生をいい方向に導くことができるという占い師になってください。今日は以上になります。ぜひ、えー、参加の方をお待ちしております。ドミオ・ロドリエス・ジュニアです ありがとうございました。